こんにちは。こんにちは。タイガー魔法瓶の樋口です。タイガー製品の魅力をたっぷりお届けしたいと思います。お相手はフリーアナウンサーの上村直美さんです。よろしくお願いします。今回ご紹介したいのがこちら、はい、土鍋ご褒美炊き JRX 低型なんです。はい、この100年間熱コントロール技術を追求してきましたタイガー魔法瓶が全ての技術をここに結集しました。それがこの土鍋ご褒美炊き JRX 低型なんです。まずは一口食べてみてください。うわー、美味しそうですね。うわ、一粒一粒が粒立ってて、うん、なんといっても甘いです。そう、甘いんです。ご飯の甘みを引き出すのはご飯一粒一粒の固化度をいかに高めるかが大事なんですよ。で、結論としまして、釜に伝わる熱量を高めないといけないんですね、はい、それでタイガーはどうしたかと言いますと、金属釜ではなく本物の土鍋を使ってるんですね。だからこそ高火力に耐えられるというものになってます。 JRX 低型に搭載しておりますのがこの新しい2層構造となっている、愛知コイルと1層目で熱をまんべんなく伝えて、2層目でさらに火力をつける温度差をつけたことによりまして、はい、土鍋の中に激しい対流が生み出されるんですね。でもそんなに激しい対流が生まれちゃうとお米が傷ついちゃったりしませんか？安心してください。細かく大量の泡が出る性質がございまして、お米一粒一粒を囲むように守ってくれるんです。しかもお手入れはこちらの内鍋とここの内蓋の2点のみとなっております。この内蓋に関しましては食器洗い乾燥機にも対応してるんですね。使う人に優しく美味しいご飯を炊きたいならタイガー土鍋ご褒美炊き JRX 低型で決まりです。